TGR チームウェッツスポーツバンドの坂東です。いよいよ開幕4日前です。はい、ではまず昨シーズンの反省からお聞きしてもいいですか？いや、まあ反省というか、逆に反省から言うよりも、まあ去年の良かったこと、まあ僕らは横浜ゴムと共にチャレンジしてるんですけども、まあ、チャレンジャーとして、大きく体制を変えた中、まあ開幕戦はちょっと微妙な結果だったんですけども、第2戦でポール取れて、まあ、昨シーズン8戦中4回ポールが取れたという部分では横浜ゴムのタイヤの進化、一発の速さが見せれた1年だったんじゃないかなと思うと、まあ、去年、坂口瀬名選手が、加入してくれて、で国本選手のいいところを引き出すこともできたので、非常により良いパートナーを見つけることができたという部分と、で、まあ、8戦中5回横浜ゴムがポールポジション、24号車のポールポジションを取っているので、そういう部分では去年はチャレンジャー横浜ゴム GR スープラという唯一のパッケージで、非常に結果は残せなかったんですけど、まあ、たくさんの人たちに希望を与えられたんじゃないかなと、まあ、その分反省点という部分だと、まあ、前からのスタートで4回チャンスがあったにもかかわらず1回も勝つことができなかった、まあ、逆に言うとそこに課題が大きく見えた。ただ逆に本当に今まで年間2回もポールポジション取れたこともなかったので、その前の年が2回ポールポジション取って2回に、去年は4回ポールポジションという部分ではタイヤ開発がチームと TCT と横浜ゴムと連携して、で新しいエンジニアが入ったことによってよりチームが一丸となって戦っているっていう雰囲気で去年は捉えています。ありがとうございます。オフシーズンの間にいろいろテストも重ねてきたかと思うんですけれども、その中で横浜タイヤの進化したポイントであったり、テストの中での手応えを教えていただけますか？そうですね、まあ、横浜ゴムとしては、まあ、課題が、まあ、アウトラップ、タイヤの温まりですね、まあ、去年一番前からスタートして、まあ、きちんとトップでバトンを渡すことができなかったっていう部分の課題、まあ、寒い中のグレーニング、まあ、ピックアップ、これはまあ前者同じような傾向でもちろんあるんですけども、確実に今年はですね、レギュレーションがタイヤ6セットから5セットマーキングが変わるということで、どのようなタイヤ作りがよりレースに強くなるのかという部分で、いろいろな要素実験も踏まえて、まあ、タイヤのアウトラップの克服ができれば、去年と同じタイヤを使ったとしても前に行けるんじゃないかという部分と、まあ、逆に暖かいシーズンで使ってたゴムと冬のテストで使うゴム自体がやっぱり違うので、まあ、冬のテストの中で何が実際自分たちができるかっていうことを明確化しながら、まあ、苦手サーキット、まあ、逆に言うと今まで富士とか鈴鹿は比較的苦手だったんですけど、そのサーキットをどうやって克服するか、で逆に克服しながらその苦手サーキットで今年は1勝するっていう横浜ゴムと掲げた目標があるんで、富士と鈴鹿の中で今までは自分たちが得意なサーキットを伸ばしていこう、まあ、逆に言うとモテギとかそうだったんですけど、それ以外のサーキットで結果を出したいっていうところに重点を置いて、2人のドライバーと意見交換をしながら、まあ、24号車のデータとともにですね、スープラのポテンシャルをいかに生かすことができるかということをここをチェックしながらやってきました。でウェットに関しては去年のスゴーで結果から言うと散々なレースだったので、そこの部分で雨量が、まあ、例えばそれが3ミリなのか2ミリなのか1ミリなのか、まあ、その状態の中で、まあ、どの雨量に対して何か強いものがないかっていうところを、まあ、パターンもそうですけどパターンも変更しましたし、構造、ゴム、全てのマッチングをですね、まあ、限られた時間の中でウェットテストは1回しかなかったんですけど、まあ、その中でいろいろと横浜ゴムさんの協力のもとですね、チャレンジ精神を持って横浜ゴムと新しいことにチャレンジしようという中でよりいいものは見つけられたんじゃないかなと思ってるんで、まあ、その雨量に関してはもちろんコンディションで全然間違う結果になるかもしれないですけど、ただ強いところを見つけられたのはオフシーズンのいい成果だったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ドライバー2人の調子はここまでどのような風にご覧になっていますか？まあ、ドライバー2人に関しては逆に言うと新しいドライバーが入ってくると今までのタイヤは僕ら番号で呼ぶんですけど、その番号を言ったところでも理解がなかなかできないっていうのと、タイヤのコンパウンドマップだったりとか構造マップっていうのがあるんですけど、どのポジションがどうだったとか去年どこのサーキットに何を使ったかっていうのが分かんなかったと思うんで、まあ、そういう部分だと今持ってる情報をそのまま活かすことができるんで、まあ、ドライバーに関してはそこの知識とそこの苦手だったポイントっていうのはドライバーにしか分からないところもあると思うんですよね、まあ、例えば走り始め、それが満タンな時の走り始めだったりとか、寒い時の走り始めだったりとか、夏場だったらグリップしたけど冬場だとやっぱりグリップしないとか、
そういうところの部分で、まあ、ドライバーの経験が、まあ、生きてきた。で、その中で、まあ、国本選手がもう7年間やってますんで、うまくこう、坂口選手とテストのメニューを分けてやってこれたと思う。まあ、他のチームよりもテスト時間が非常に多い横浜ゴムですんで、まあ、1月からのテストですけども、開幕まで何もしなかったっていう月もないですし、どちらかというと2、3週間に1回は必ずコミュニケーションを取る場があったし、こう、お互いの会う機会っていうのがあったんで、そういう部分だと基本僕ら横浜ゴムは、まあ、どのドライバーを切ってもそうですけど、プラスしかない中で、2年連続っていう部分で経験値もさらにコメントとしていけるんで、ドライバーの準備はもう万全です。それでは今シーズンの目標について伺いさせてください。はい、今シーズンの目標はまず1勝。僕らはですね、2016年のタイで1勝してからですね、1回も勝ってないというのが現実です。なおかつ国内で勝ててない。3位、2位という成績はあったんですけども、1回も勝ててないという部分で、まずは一番近い目標として1勝、そしてシリーズチャンピオン争いをしたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは開幕戦に向けての作戦などあればお聞かせください。そうですね、非常に持ち込みタイヤが重要になるかなと思ってました。なおかつですね、天候が土曜日、日曜日と全く読めないような状況です。土曜日は雨予報は強いですし、6セットから5セットになったことで、他のチームもですね、どのようなタイヤマーキングをしてくるか、逆に言うと相手がいるからこそ僕らも次何か得れるものもあるかもしれないですし、まあ、僕らもですね、選んだタイヤをですね、いかに使うかと、そういう部分ではこの GR スープラと横浜ゴムっていうパッケージをですね、去年はですね、散々な結果だったので、なんとかですね、まあ、予選決勝ともですね、前に行って、逆に言うとウェットコンディションでも、まあ、雨量によってはかなりのチャンスはあると思いますんで、まあ、雨でも晴れでもですね、気温が高いと思いますし、僕らが狙える順位、去年以上のもちろん順位もそうなんですけども、まずは表彰台目指していけるんじゃないかなと思ってますんで、国本選手、坂口選手、まあ、今決めてないのは Q1 をどっちに行かせようかっていうのは決まってないので、土曜日の朝のフリー走行、そして、まあ、それが雨だった場合にですね、ウェットタイヤでも本数制限っていうのがあるんで、そんなには試せないんですけども、まず車の感触とタイヤの感触を確かめた上で、予選 Q1、Q2 どっちのドライバーにするかっていうのを決めたいと思ってます。ありがとうございます。それではその開幕戦19号車、ここを注目してほしいというところがあればお願いします。はい、まあ、僕はですね、横浜ゴムと共に勝つという、横浜ゴムで勝つ、そこが常に僕のポリシーでもありますし、成し遂げたい部分でもあります。横浜ゴムと共にですね、19号車がチャレンジしている姿を、まあ、現地、並びに、まあ、SNS、並びに J スポーツ、いろんなところで見れると思いますので、どういう形でですね、去年もそうですけど、横浜ゴムと共に19号車がチャレンジしているかというところを見ていただければなと思いますし、かっこいいポイントとすると、まあ、新しくカラーリングも変わりましたし、今年は白が多くなってます。現地でですね、見ていただいたり写真撮っていただくと、また全然違う迫力があるんじゃないかなと思ってますので、たくさん写真を撮ってですね、SNS 等で拡散していただければ、19号車ファンがですね、喜ぶと思いますし、近場の皆さんはぜひサーキットに来ていただければなと思ってます。ありがとうございます。それでは最後にファンの方々へメッセージをお願いします。はい、今シーズンも2023スーパー GT 始まります。モータースポーツをメジャーにという部分と、いかにこのスーパー GT を盛り上げるかという部分で常日頃考えています。横浜ゴムとともにですね、勝って横浜ゴムとともに喜びたいと、でなんとかこのウェッツカラーをですね、表彰台の真ん中に立たせたいという思いでここまで努力してきました。もちろんうまくいかないこと、うまくいくこと、今シーズンも8戦しかないので何が起こるかわからないですけども、ドラマを作るのは僕たちだと思って、精一杯チーム一丸となって頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、いつもファンのオフィシャル YouTube をご覧いただきありがとうございます。今まではですね、本当に親身なる外注さんにお願いをしてたくさんの動画を撮ってきました。もちろん今後もですね、僕のパートナーである仲間の外注さんとともに、たくさん面白いネタをですね、お届けしたいなと思っているんですけども、新入社員が入ったということで、比較的ですね、簡単な動画は常に上げられるんじゃないかなと思ってますので、まあ、テロップとかなくても、どんどん今年はですね、まあ、週に1回、2週間に1回ぐらいのペースで、くだらない話でも、時事ネタでもですね、どんどんアップしていきたいと思いますので、皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今年も頑張ります。